ございます。今日は合宿最終日ということで5時間のエンデュランスライドに出かけました。連日の休息日を経て今日は頑張る香川選手。まずはいつも通り渋峠の山頂を目指します。帰りの電車で編集しているので音声は合成音声です。シャドウが緩むとすかさず飛び出す香川選手。シャドウがきつくなるとすぐに垂れます。今日は頑張る発言をしていましたが遅れ始める香川選手。山頂を目指して低ペースで登ります。長野と群馬の天候です。いつもの山頂に到着。風間選手も間もなく到着。草津方面へ下ります。追加した上りで苦しむ風間選手。きつそうですが頑張っています。草津川から登り返します。今日は僕がちぎりますとスタート。今は動画を撮ってもらいました。天気が回復したので気持ちよかったです。草津川からも一定ペースで登ります。アンドラ周辺の地形に似ていますね。風間選手はこの辺りからきつそうでした。途中から山頂まで一人旅。風間選手もかなり追い込んで登ってきました。疲れすぎておかしくなる風間選手。あそこがマルセイユの鉄板ネタ。疲れていて一発芸する元気もない様子。笑顔が絶えないのは良いことです。おなじみのこことも今日でお別れ。少し下って少し休憩。食も終わりなので乾杯。食べてる時と飲む時が一番幸せそうな風間選手。電車までの時間があまりないのに黄昏始める風間選手。宿に向けて下り始めます。途中の上り返しでスプリント。風間選手がすかさず反撃。どんどん離れていきます。
らちら後ろを見てくるので、一旦わざと離れてみます。睨めたと見せかけて反撃成功。椅子の直線では時間空きすぎてて敗北しました。さすがのスプリントです。3400m 登りました。急いで準備をして軌道へ。大好きな町で良いトレーニングができました。風間選手ありがとうございました。それではまた。